伊達宗ねは、仙台藩知事で、十三代仙台藩主、伊達義国の養子氏、男爵。官位は、左京大部、自重、聖四位。伊予国宇和島藩主、伊達宗成の次男。幼名は京丸。慶応四年三月、仙台藩主、伊達義国の養子となった。当初は、婿養子となるはずであった。同年、十四位下、自重。 左京大部に除任する。同年8月、大売列藩同盟に組みしたことから、吉国と共に新政府から官位を剥奪される。11月、仙台藩の降伏に伴い、吉国と共に東京に護送されて、両原院で謹慎する。12月、吉国が大売列藩同盟の名手となったために、新政府軍から隠居、謹慎を申し付けられたとき、 総厚氏も拝着された。なお、仙台藩だてけは、吉国の四男、総はじめが後を継いだ。明治二年九月、吉国と共に禁止を解かれる。同年、藩籍奉還が行われ、総はじめは地藩事になったものの、幼少のために政務を取ることができず、十一月に、総厚氏は、地藩事の補佐を命じられる。明治三年十月、新政府は、 総うはじめの代わりに、総圧氏を新たな地判事として任命した。総圧氏は、地判事として、実質的な政務を行ったが、伊達家当主は、総はじめのままであり、当主歴代には数えない。明治4年の廃藩地検により、藩知事を退任する。同年10月、明治政府からイギリス留学の許可を得る。語学修学を目的に5年間の自費留学を予定していた。 明治8年2月、帰国した。明治17年、終身家族となり、新たに家を起こした。明治21年には、男尺となった。明治23年7月10日、貴族院議員に当選し、3期連続で、勤め死去するまで在任した。伊達宗厚の肖像写真明治44年に58歳で、死去した。伊達男尺家は、長男の創業が継承した。 ありがとうございます。